どうも、バイクのローゼの深夜です。はい、今日はですね、レックバックのレビューのお話です。はい。まあ、ちょっと前にね、クシタイのレックバックをレビューしたと思うんですよ。まあ、その動画を見てくれてる人はね、まあ、あれのことかってわかると思うんですけども、今日はちょっと違うレックバックです。前回紹介したのは、こちら、クシタイのレックバック。そして今回紹介するのが、またこちら、クシタイの2ウェイレックバックです。革のレックバックですね。はい、この2つでね、このレックバックをね買う前に、もちろんこっちの革のレックバックも候補に入ったんですよ。ただね、このレックバック、レギュラーのラインナップって、まあ、クシタイが得意とする撥水のレザー、エグザリートレザーじゃなかったんですよ。で、エグザリートレザーじゃないってことは、まあ革、ツーリング行ったらやっぱね、雨に降られるわけですね。で、雨に降られると、革ってね、やっぱどうしてもシミになるんですよ。まあ、このレギュラーのね、ツーウェイレックバックって、オイルを含んでるので、多少は大丈夫ですけど、みたいな。結構ね、微妙なニュアンスだったんですよ。ね、雨の日は絶対乗らないとは決めてる人だったらいいと思うんですけど、これ結構やっぱ乗っちゃう人、雨が降ったら、まあ、それはそれでいっか、みたいな感じの人なんで、やっぱね、革製品を雨が降る、時に使いたくないなっていうのがあって、俺はこっちにしたんですね。ただじゃあなんでこれを今持ってるのかっていうと、限定で受注生産があったんですよ。エグザリートレザーを使った2ウェイレックバックを作ると、マジかみたいな。今年のね5月ぐらいだったかな、まあ、5ヶ月ぐらいは結構待ったんですけども、基本的にはですね、まあ、2ウェイレックバックと一緒なんですけども、素材にエグザリートレザー、撥水のレザーですから濡らしても大丈夫。そしてこういうファスナーとこに止水ファスナーを使ってるんですよ。まあ止水ファスナーって完璧な防水ではないので、もちろん水の中につけるとかぶっかけたらやっぱりやばいと思うんですけど、ある程度のあれなら大丈夫っていうレックバッグの作りになります。で、このクシタイのねバッグ、エグザリートカマーバッグ、これね、バイクじゃなくて普段着で使ってるんですけど、エグザリートレザーを使ったね結構バッグって多くて、なんで 2way レックバックで作ってないんだろうって思ってた時の受注生産でした。はい。で、クシタイは結構ね、その受注生産とかね、結構ホームページに出てるんですよ。なんかその時限定の商品とか、最近見たやつはね、メッシュグローブ、来年の夏に向けてのレーシンググローブのメッシュグローブがネットに上がってましたね。ちょっとそれいいなと思ったんですけど、結構ね、話しとれるんですけど、夏のグローブでロング丈のやつってあんまないからいいなと思って、で、確かに人差し指に電動あのスマホとか操作できるやつ使ってるみたいな書いてたんで、あ、ちょっといいなと思ったんですけど、まあ、話取れました。はい。で、容量はね、ぶっちゃけそんなないっす。はい。今ね、この大きなメインの荷室の中には財布が1個入ってます。でもね、まあもうちょっと入るけど、でもそんなもんかな。これと、あと、まあ俺だったらカメラの充電のケーブルとか、iPhone のケーブル、あとはまあこういうリップクリームとかね、目薬とか、そういうツーリングに欠かせないものですね。あとはね、こういうところにポケットがあるんで、ちょっとした小物を入れるっていう感じですね。はい。あのね、ペットボトルの水とかは絶対入らん。お土産買うのもね、ほんとちっこいものしか入らないんですね。すごくね、ちっちゃい。けど、スマート。うん、スマートと言いましょう。スマートなレックバッグです。でね、腰につけてもね、やっぱね、こっちのレックバッグ、容量がでかく確かにいいです。ペットボトルとかこれ入るもん。だけどね、やっぱね、結構大きい。俺みたいに、もう財布とスマホだけをね、パッと入れて、すぐ走りに行く人にはね、この 2way レックバッグは超おすすめだと思います。レザーはやっぱね、締まる。うん。かなりいいんじゃないかと思いますね。でね、俺がやっぱレックバックで一番気にするポイントって、足、ここのベルトあるじゃないですか。で、そこのベルトが、なんていうの、こういう長さ調整をするものがね、タンクと干渉して傷が入るんじゃないかっていう心配。で、2way レックバック、これのレギュラー商品をね、初めて見た時に気になったのが、ここのベルトなんですよ。わあ、これ絶対タンクに傷つくやつやんって一瞬思ったんですけど、はい。だからね、これが届くまでね、ぶっちゃけちょっと心配だったんですよ。ここ大丈夫かなと思って。でね、じゃあ届きました。はい。うん、ちょっと心配だなと思って足に巻いてみました。これね、実はこのベルト結構短いんですよ。だからね、
足にこう巻くと、ちょうどね、これがね、足の上だからタンクの方に行かないんですね。でね、レックバックをつけた状態でバイクに乗るとこっちじゃなくてこうなるんですよ。で、上に上がるんですよ。ってことは、ね、この紐はね、結構上の方だから、ちょうどここのね、巻きの部分は上に行くのでタンクには当たりませんっていう、かなりのね、タンクに傷をつけたくない人なので結構大事でもね、大丈夫でした。今ね、着々と防水装備を届けてるんですよ。ブーツ、パンツ、レッグバッグ、ジャケット、あとね、冬に備えてカッパもね、あんまり持ちたくない。俺はまあもちろんね、やべえと思ったら着るんですけど、最近のね、天気ってちょっと変なとこあるじゃないですか。晴れ予報だったらね、雨が降る、ゲリラ豪雨、あとはね、山の方が天気が変わりやすい、高速道路走っててすぐにカッパ切れるかって切れません。はい、無理です。すぐにサービスエリアとかあったらね、まあいいかもしんないですけど、そうじゃない瞬間ってやっぱいっぱいあるわけですよ。そんな時に急な雨でも大丈夫。特に冬なんかは雨が降ったら死活問題なわけですよ。バイクって斜めだから体冷えちゃうってなわけでね、こういう結構防水装備をね揃えているんですけれども、はい、そのうちの一つってことで、グシタニの 2way レックバック。まあ俺はね、この 2way レックバックは雨に濡れるのが嫌だからエグザリートレーザーを選んだっていうのはあるんですけれど、今のね、レギュラーラインナップのね、この商品もね、質感はものすごくいい。エグザリートレーザーにはない質感があるんですよ。こっちのレギュラーラインナップの 2way レックバックもぜひチェックしてみてください。ほんとね、スマホと財布をポンと入れて手ぶらで走りに行く人にはね、超おすすめ。届いたその日に使ってみたんですよ、これ。映画館行こうと思って映画見た時に使ったんですけど、ね、革ジャンと合わせるとめちゃくちゃスマートでかっこいい。やっぱね、革のレッグバッグって、個人的に最強だと思います。まあね、もちろん容量が欲しい時はこっちのレッグバッグ、スマートに行きたい時はこっちの 2way レッグバッグ、まあいろんなね、選択肢があるので、まあぜひ店頭でちょっとチェックするのありだと思います。俺の個人的な好みで言ったらこっちの 2way レッグバッグですけど、マルチに使いたいんだったらこっちのレッグバッグがいいかなと。あとはね、サイズ感とか好みもあると思うので、ぜひこちら見比べてみてください。 2way レッグバッグのお話でした。今年はいっぱい使おうと思ってます。この動画もね、あなたのウェア選び、道具選びの参考になればすごく嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクの坊主のしんやでした。それでは。